い、どうも45歳おっさんです。今はこちら桜満開ですけども、ちょっとこの後ですけども、神奈川県にあるあのドライアイスじゃなくてすいません、揚げパンアイスですよ。こちらの、パンがカズ兄さんがとても美味しいということで、言っておられたんでね、ちょっと気になるところなんでね、カズ兄さんもいらっしゃるんで、そうでもねえよ。あ、そうですか。ちょっとこの後揚げパンアイス行きます。いや、桜も見るとやっぱり春感じますね。桜じゃなかったりしてね。今度はちょっと俺一人で寄居にある一本桜、こちら八幡城のところにあるんですけど、めちゃめちゃ綺麗なところあるんで、ちょっとそこも撮ってみようかなと思うんで、ちょっとね、寄居の良さをちょっと皆さんに発信していきたいと思います。まあ、そんなことはさておき、揚げパンアイスいきますか。結構暖かくなってきましたけど、朝よりいいよ。やっぱこのもうちょっと暖かいぐらいがこうバイク乗るにはちょうどいいかなって感じですね。いや、真冬に乗ってた時は結構えげつなかったですけど、手とかが。でもそんな寒さを耐え備えたこの手袋にはいいっすね。これ1万3000円ぐらいしましたけど、もういらねえだろ。今日使ってましたよ、ずっと。薄っ。カズ兄さんのトリプルサンドです。あ、警察だ。小田原って言ったら何が有名なんですか？かまぼこ。あれ、この前関西行ったじゃないですか、青空で。そこの姫路のかまぼこめちゃくちゃうまかったっすよ。え、そうなんですか？仙台の笹玉がすか？あ、そんなに卵。あれ、これ梅じゃないですか、これが。これが梅じゃないですか。なんでもいいよ。そうですね、さっき梅か桜かっていう話をしてたんで、ちょっと減ってみただけなんですけど。チューリップは地面から生えてますよ。チューリップは地面からひょこって生えてますね。はい。桜んぼですか？桜んぼ地面から生えてる。そうですね、すいません。ちょっと間違えちゃいましたね。ちょっとこの間さ、吉見のデイリーの前の焼き鳥屋がテレビに出てたね。マジでやるよね。まずいよ。これは…あ、たまに食べる。これ入れていいやつですか？これ入れていいやつですか？いいやつ。そんなやってないから。そんなにやってないから。それ売り切れるみたいな感じですか？ちょっと待って、近くにもあるじゃん。あ、実家の？そうだ、実家の近くに保管車だったから、めちゃくちゃだよ。買えない。でもやっぱり東松山の焼き鳥が一番うまくないですか？ああ、おすすめは45歳おっさんのおすすめ焼き鳥どこでしたか？それ4個の半額のやつですか？どこでもエビフィシャルうまいんですか？なるほど。まあ
鶴屋でしょ。あ、鶴屋ですね。はい、まだ動画には出てきたことないですけど、めちゃくちゃうまいんですよ、そこの焼き鳥が。今行ったよ。はい、行きました行きました。めっちゃうまいです。松山ナンバーワンですかね。あとは森林公園のライム。あ、ライムめちゃめちゃうまいです。その2つ、はい、東松山の2大焼き鳥ですね、これは。これが日暮里高校じゃないよね。え、吉見さん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 、やっぱ吉見の赤子かな、今は。あ、そうなんすね。吉見ナンバーワンは赤城。こっちはちょっと行ったことないんで、今度45歳おっさんに連れて行ってもらおうかなと思いますね。この前の地震ですか？いやいや、子供ね。設計のところからの。なるほど。ちょっとね、戦いから。はい。だいぶ悩んだけどね。夜だろ。はい。スタンドバイみたいなやつ。タイガー強いからね。うん。ガソリンスタンドの。はい、撮ってますよ。かっこいいですよ。こんな感じです。ガソリンスタンドの風兄さんです。45歳おさんの CBX を。わ、かっこいい。かっこいいですよ。よし、行くか。これもよ。はい。青信号するよ。あ、そうだ。これみんな撮ったけどじゃん。みんなガソリン入れる車。はい。いや、いらない。観光地あれだよ、2000円取るんだよ。1枚1枚2000円で売れます。あ、大磯のこの揚げパンアイスっていうのがカズ兄さんの、まあ、おすすめ、デザートだということで。仕事で。はい。よし、到着しましたね。じゃあちょっと揚げパッチョってますよ。はい。揚げパンちゃいますよ、つまさん。揚げパンアイスにステーキもある。え？今日は日曜日でね、今日食っていいじゃん。ダブル食いっすか、今日。日曜日食っていいじゃん。はい。ちなみにおすすめどうですか？あ、結構有名人も来てるんですか？笹が来たんだよ、最近。ああ、確かにそうですね。なんかマスクがキラキラしてる。あ、そうです。僕のマスクはこういうキラキラマスクなんですよ。え、これ良くないですか？揚げパンクレープ。飯食いたいよ。あ、そうなんですね。結構有名人の方が来てるんですね。どうも、どうも。おすすめどうですか？俺バニラチョコがいい。いきなり来るから。え？あ、ご飯を食べていいですよね。おいしいね。まだ来る。まだ来る。こちらが本日のパンです。うわ、
はい、ではこの後ですけども、カズ兄さんが、まあ、おすすめしていたこちらのアイス、何でしたっけ、揚げパンアイスですよ。これをちょっと、やっぱ男気やっていきますけど、まあ、神奈川県代表がいらっしゃるんで、まあね、ちょっと本気出していただいてよろしいですか。はい、じゃあ俺が群馬出身だ。群馬代表じゃないですか。今のところ群馬代表、千葉代表、神奈川代表という形でうまい具合に分かれてるんですね。じゃあいきますか、構えてください。あれ最初じゃない、はい、男じゃんけん、じゃんけんぽい。あれあれニュー、ニュー男じゃんけん、じゃんけんぽい。あれあれ初じゃないですか。初仮面は宇野くん、宇野くんじゃないか。だからデブになんねえと。だからさ、あ、なんか初めて。じゃあ何食べますか。いや初めてかな。初だ初だ、はい、まあ、自分が負けんの初だけど、払うの初じゃないけどね。なんか神奈川県代表が初戦敗退という結果でしたけども、ちょっとあの、一言でよろしいですか。男気が足りませんでした。あ、そういうところですね。あの、僕も男気なくってるわけじゃんか。やっぱ有名人来てるんですよ、ね、サタビルダーさんとかも来てますよね。これ何しようかな。俺これがいい。バニラチョコ。バニラクッキー。クッキーがいらないな。バニラチョコ。チョコミントもありますよ。チョコミント。あ、俺チョコミントがいいな。マジっすか。あ、チョコミントパンがあるね。ミントと。あ、なんか、あ、でも意外と爽やかっぽくない。練乳いちご。練乳いちご。バニラチョコ。バニラクッキー。バニラチョコ。キャッチしてな。バニラチョコが2つと練乳。10人みたいな。10人みたいな。今日4人しかいないですから。今日少ないですから。すぐ分かるだろ。バニラチョコ。あと何したっけ。練乳いちご1つと、あと何したっけ。バニラクッキー。じゃ、バニラチョコいった。バニラチョコ2つ。はい。ちょっと無理。はい。なんか少ないっすね、お金。いや、いらない。そしたら、これでした。いや、違う、押し間違いだよ。間違いじゃないよ。押し間違いじゃない。入ってて50円。トラブルだらけですね。あ、これは取れないっすね。あ、俺取りますよ、あの、こじきだから。無理で無理。指もう一枚入ってる。いっぱい入ってますよ、これ。そういう。今入ってる。ここお金いっぱい入ってる。今日俺の刃先の鍵だったらどうだろう。あれどうしたの。さ、ちょっと、あれだよね。インスタでしたっけ。大丈夫。工事ものだったかな。これ300円、300円ぐらいこれ入ってるんですよ。取れない。余震中だろ、余力的に。あ、ハサミは届かない。届かないですよ。罠じゃないですか。そうだったんだ。へぇ、面白いだろ。取った、ちゃんと今。取りました。証拠ホットカルピスだった。割り箸もらってこいよ。あ、カズさんはコーヒー。割り箸もらいますよ。俺カズさんコーヒーですよ。ただこのコーヒー美味しいですよ。ざけんな。飲むよ、ブラック。俺おすすめですよ。カズさん、俺おすすめですよ。これ結構ちゃんと思ってるよ。それちゃんとしてるやつだ。結構重いよ。結構でかいっすね。結構重たい感じじゃない。はあ、取っちゃうよ。やだ。やだ。これがカズ兄さんおすすめの揚げパンアイスですね。すめてねえ。いや、すめてカズ兄さん主催のツーリングですね。ありがとうございます。揚げパンアイスを、食べましたけどね、美味しかったですね。カズ兄さんの企画ということで、まあ、こういうツーリングもね、あれですよね、サタビルジャーズさんなんかも来てて、やっぱりこういう人気をやっぱあるかなと思います。まあ、あとは帰りますんでね、今日も安全第一に帰ります。行ってみよう。
しい。じゃあ帰ります。揚げパッちゃった。揚げパッちゃいましたよ。この揚げパンを見てここに来る人も間違いなくいますね。バンチャンネル、バンチャンネル反響。再生回数100回くらいで俺らが100回くらいで200回くらいで僕まあちょっとでもこういう反響があったら嬉しいですね。じゃあ帰ります。はい、では帰ります。寒い。揚げパンアイスツーリングも間もなく終了となりますが、こちら本日の45歳おっさんシービークスです。こちらは本日の揚げパンアイスを企画したカズ兄さんです。風が強いですね、こっちは。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様。カズ兄さんと45歳おっさん帰宅です。ありがとうございました。では、本日の揚げパンアイスツーリングということで、カズ兄さん45歳おっさんと、行ってきましたけども美味しかったですね。まあ、あちらはサタビータンさんとかでもね行ってて、まあ、あの人気あるお店かなと思うので、まあ、バンチャンネルでもねやってたよねっていう会話であそこ行ってくれたら嬉しいですよね。ということで、まあこの暖かくなってくんでね、今度はねお花見ツーリングとかも行ってみたいですね。ということで今回は、一旦終わりにします。皆さんありがとうございました。ではバンチャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。バイバーイ。